横浜一筋25年、ハマの番長こと三浦大輔。引退を惜しむ多くのファンが涙に暮れた。横浜の方全体が三浦大輔を支えていただいて、本当に幸せな25年間でしたね。そんな三浦の引退試合で始球式を行ったのは長男レオト君。この後番長の息子が驚きの投球を見せる。三浦大輔の引退試合、始球式を行ったのは長男のレオト君。すると似てるもんね。あれ、このフォームもしかして。振りかぶり方も足の位置も全く一緒。すっげえ似てる。息子のフォームは驚くほどお父さんそっくりだった。